はですね、昨日ね、いろいろコメントね、たくさんご紹介しましたけれども、昨日紹介しきれなかったのが1件ありますので、それも、いきます、2017年の運気アップのポイントを紹介した回のコメントなんですけれども、今年のラッキーカラーもあれば教えてくださいと。何を今年のラッキーカラーですね。コメント聞くだけでいいコーナーじゃないのこれ。いや、そうなんですけど、教えてくださいっていうことなんで、結局仕事をしろってか。そうですそれにはやっぱり仕事をしてもらわないと、占いをしてもらわないと。なんかぼーっとコメント聞いてればいいコーナーだと思って、今すごい気抜いてた。油断してましたね。油断してたラッキーカラー教えてくださいって。教えてください。はい、ぜひお願いします。そっか、わかりました。はい、今年はですね、ちゃんと真面目にやってますからね。はい、今適当に思いつきで言ってるわけじゃないですね。ちゃんと黄緑色ですかね。いや、適当でしょ。いや、違う、これを見て、はい、全然そんなことないですよ、全然そんなことないですよ。本当にそうなんだから。本当ですか。本当にそうなんだから。今年本当にグリーンのね、あんまりにも濃いグリーンではなくって、若葉っぽい形の、本当にまあ黄緑の系統なので、決してこっから今思いついたわけではないから。本当ですか。本当に違うから。これ本当に言えば言うほど説得力ないんだけど。 いやでも本当に違うから。あ、黄緑の色で、であと柄にするんだったら、ベタ一色ではなくて柄にするんだったら、そこにところどころ赤いドットというかね、水玉みたいなものが入っててくれるとありがたい。だからベースが黄緑系で、はい、まあ補色だからあんまり赤と緑良くないんだけれども、でもちょこっとワンポイントみたいにポツポツとこう赤い点の模様みたいなのが入ってるのが多分一番いいと思います。あ、そうなんですね。じゃあそういった服だとかアイテムを持てばいいと。いやいやいや、ダメですよ先生。開運だよ、開運。いや、開運かなと思ったけど、もう台無しになるじゃないですか、僕の一長らが。ダメですよ。今自分で言ってて、あ、できるじゃんとかって思って。できるじゃんじゃないですよ、ダメですよ。いやいやいや、長谷川さんさ、それはこの頃、ラッキーアイテムのアイテムだし、ラッキーカラーの赤いチーフちゃんと持ってるよね。そうなんですよ。これはほら、マンピンコ。はい、アベマ、アベマ、はい、アベマ TV 出てたでしょ。出させていただきました。あの時も見ててさ、あ、ちゃんとここに赤いチーフ入れてると思って。そうなんですよ、先生がね、おっしゃってくれた、その僕白のスーツなんですけど、それにね、チーフ入れた方がいいよっておっしゃってくれたんで、それで赤いチーフをね、このつけてやってるんですよ。まんべこ見てくれたんですね。もちろん。いや、ありがとうございます。でもあれ、アベマじゃないと見らんないよね。そうなんですよ、しかも深夜2時ぐらいからですから、夜遅い。地上波でこうやって見てた時に、あそこのガラスの中にいるのが一瞬映ったじゃない。はい、で、あれを見ておっしゃって思ったら、その後いくら見ても出なくてさ、はい、あれだけかよって思ったんだけど。いや、もうそうそうそう、だから地上波じゃなくて裏のアベマ TV っていうところでちゃんと映ったわけですね。そうです、しかも今の話をよく今聞いてたらさ、赤いチーフをまるで自分で調達したようなことを言ってたけど、違うよね。はい、いくら言ってもやらないから、視聴者の方からプレゼントいただいたんだよ。そうなんですよ、この番組を見ていただいた方からね、プレゼントしていただいて、ね、そう。でもね、確かにあれ以降長谷川さんは、真面目にちゃんといただいたものはちゃんとつけてますね。いや、もうずっとつけてきますよ、あれも。そこはですね、こんなやつにも良心がある。そりゃそうですよ、もちろん。自分でショップね、買えなかったんで、ちょっとね、お金があれだったんで。いやいや、もうなんか絶対踏みにじってると思ってたんだけど。いやいや、そんなに、僕も人の子ですから、そこら辺はちゃんとやりますよ。人の子だったわ。人の子ですよ。何の子だと思ってたんですか。土の子じゃなくて。土の子じゃないですよ。でっかいヘビみたいなやつじゃないですよ。いちいち説明しなくてもいいと思います。いやいや、ありがとうございます。いやいや、ですから、まあ、そういうね、長谷川さん個人にとってのラッキーカラーは例えば赤だよみたいに、はい、個人別ラッキーカラーっていうのも確かにあるんですよ、だからさっき言ったのはその個人差とは別に、今年1年の全員どなたが使ってもいい色としての、まあ、黄緑だよということなので、はい、ラッキーカラー一つとっても実はかなり難しくって、一生その人が使える色もあるし、年度代わりで今年はこれつけとくといいよみたいに変わるものもあるし、割と奥の深い話なんですよ。あ、でも今年はまあその黄緑に、まずは全体に黄緑赤がいいよということですので、で長谷川さんはただでさえその赤がいいわけだから、これにここにチーフを入れると、これにジャングルの火事みたいだよね。そうですよ、これ絶対ダメでしょ。燃えて燃えちゃって、燃えてこのシャツがとにかくさ、合わせられるものがないよね、これはね。そうですね、何合わせる。だっていや、これはこのままでしかないですから、これ
これであとカンカン帽かぶったらのんきな父さんのんきな父さんカンカン帽懐かしいというかあまりかぶる機会ないですからね。まあということであの皆さんは、うん、こういう色をこれがいいですね、はい、長谷川さんも年間これでいくよね。いやそうですね。じゃあちょっと外はちょっときついですけどね。半袖で外行くときは脱ぐ。いや脱がないですよ。脱いだら余計寒いよ。捕まりますから。はいはい、ということで、はい、勧誘してください。はい、お願いします。はい